ナジョージュヌイは、ロシア帝国の港湾祭評官である。官名は、頼りになるといった意味のロシア語の形容詞である。1896年、コッペンハーゲンのブルマイスター運とバインゾー戦所で寄港された。同年11月12日には、浸水。1897年5月27日には、浸航した。官は、デンマーク人の指揮の下、スウェズ運河を経由して、 ブラジボストークへ開港され、太平洋艦隊に編入された。1904年から行われた日露戦争では、ナジョージュヌイはひりきながら、太平洋艦隊の一艦として活動した。1917年に、ロシア革命が勃発すると、1918年春には、港は放棄された。6月20日には、シベリア出兵の干渉軍によって捕獲され、 1921年1月には、艦渉軍によって艦隊から除籍された。1922年10月には、赤軍の手によって復旧された。1924年2月27日には、赤い十月という意味のクラースヌイオクチャーブリと解消され、砲艦に種別を変更された。この時の武装は、日本製の 120mm 砲4門であった。七月二十日には、 全ロシア中央執行委員会の革命名誉称号を受けた。同日から10月29日にかけて、ボリース・ダビードフの指揮下、クラース・ヌイオクチャーブリは、ブランゲリ島に赤軍部隊を上陸させ、この地を占領した。この偉業を称え、1925年には、官名が、カピターン・ダビードフに変更された。後、官は単に、ダビードフと呼ばれるようになった。 1925年3月2日から、ラビードフは、公安警備に就いた。1926年には、種別が、公安再評官に戻された。大祖国戦争時には、武装の上、再評任務を伴う、実践活動に投入された。1943年9月10日から12月11日に、かけては、カナダのバンクーバーにてオーバーホールを施行された。 1956年には実用から外され保管状態に入れられた。1957年5月21日には海軍により除籍された。ありがとうございます。